眼科医の平松です。今日はブドウ膜炎の一種ベイチェット病についてお話しようと思います。正直ベイチェット病はね、かなり苦労するなっていう感じの病気なんですよ。ブドウ膜炎の中でもサルコイド質とか原田病とか他の AAU とか、他のタイプのブドウ膜炎に比べるとなかなか治療が難しいっていうのが正直なところですね。で、サルコイド質っていうのは何なのかっていうと、もちろん目のブドウ膜炎炎症を起こす病気で、いわゆるこう内因性ブドウ膜炎、つまり感染症とかそれによって起きているわけではないっていう感じになります。で、結構ブドウ膜炎の中では治りにくくて、発作って言って、こうブワーッと炎症がひどくなることも結構あるので、良くなったり悪くなったりを繰り返しやすくて、結構ドラマとかゲゲとかかなとかでもこう取り扱われるような、難病というかな、難病なんですよの一種なんですね。で、特徴としてはアフタ性潰瘍って言って口内炎ができやすかったりとか、皮膚が弱くなったり陰部潰瘍って言ってね、おしものところに潰瘍っていうのができたりとか、関節炎とか脊髄炎とか血管炎とか、そういうなんか他の体の症状も起こすことがあります。で、基本的に急激な場合は、いわゆるこうブワッとなってる場合はステロイドとかで炎症でブワッと抑えると。で、その後に発作予防としては、例えばコルヒチンって言って、免疫の抑制するようなお薬とかを使ったりとか、シクロスポリンとか、そういうようなお薬を使ったり、でも今はそれよりも TNFα の阻害薬であるインフリキシマブとかアダリムバブとか、そっち使うことがちょっと増えてるかなっていうようなイメージがあると思います。だからそんだけいろいろ治療があるからいいんじゃないと思うかもしれないですけど、そんだけ大変だからいろんな治療があるっていうのが正直なところですね。インフリキシマブに関して言うと、もう他のブドウ膜炎使えないベジェットだけぐらいな感じなんですよ。それだけ結構大変な病気って思っていただけるといいかなと思います。今日の動画が参考になったって場合は高評価ボタンを押してください。またもうちょっとここを聞きたいとかって場合はコメント欄とかにも書いてくださればと思います。よろしくお願いします。